5月にキング&プリンスを脱退、ジャニーズ事務所を退所した平野紫耀さん、神宮寺勇太さんが7日にタッキーこと滝沢秀明さんの事務所 TOBE に所属し、再始動することを正式発表しました。 TOBE の YouTube チャンネルでは19時からライブ配信を行い、平野紫耀さんと神宮寺勇太さんが揃って登場し、こうして新たな気持ちで皆さんにご挨拶、ご報告できることを大変嬉しく思っています。そしてファンの皆さん、大変お待たせしました。今後も楽しい時間、空間を作っていきたい、と語りました。今後の具体的な活動内容への言及は避けながらも、コンサートすごくたくさんやりたいのと、コンサート以外でも会えるように、とにかく楽しくファンの皆さんと僕たちで、クリエイト面で突き詰めたものを提供して、素敵な時間を作っていくことがやりたいです。などと語り、それぞれのファンクラブやインスタグラムアカウントの開設も発表しました。そして、平野紫耀さんと神宮寺勇太さんの 2B 合流発表を受けて、ネット上では、タッキーよくやった、お帰り、ジグヒラ、うわ、翔くんの顔が見れて、声が聞けて、幸せすぎて、息できないくらい泣いてしまった。インライ&ファンクラブ入会楽しみ。二人のハッピーな笑顔に会えて、ほんとよかった。ジグヒラ最高。全く美女落とさず来た。二人ともしっかり噛み切ってきてる。これからの彼らも、しっかり応援させていただきます。タッキー、ケンちゃん、2B の皆様よろしくお願いします。ジグヒラ、お帰り、待ってたよ。また姿見せてくれて嬉しい。さらに、かっこよくなってた。これから頑張ってね。翔くん、ジンくん、お帰り。もうシルエットで泣けた。二人とも元気でよかった。次はインライ、幸せな七夕。などの声が上がっています。平野紫耀さんと神宮寺勇太さんの合流発表が7日に行われるとの情報が事前に流れていたこともあり、キンプリファン以外の間でも大きな注目を集めており、配信開始前から40万人以上が待機し、ピーク時には累計視聴人数が100万人を超えていました。さらに、ツイッタートレンドも席巻、滝沢社長がスクショ OK を事前に発表していたこともあってか、多くのスクリーンショットとともに拡散され、ハッシュタグ、2B コンティニュードが1位に、ハッシュタグ、ジグヒラお帰り、平野くん、や、二人のフルネームもトレンド入りしています。また、午後8時からは、公式ファンクラブを開設することも発表されたが、入会するための 2B 会員になるための ID 作成ページは、アクセス集中のため、同時刻には720分待ちの表示がなされています。そして、現時点では、今後の活動に関して、具体的な発表はなかったものの、週刊誌、女性セブンによると、平野紫耀さんのソロデビュープロジェクトが進行しているといい、滝沢秀明さんがプロデューサーを務め、大物作曲家が楽曲を手掛けるといい、すでに大手レコード会社と契約済みとも報じられています。これらの報道を受けて歓喜の声が上がる一方で、2B 入りに対しては否定的な声も多く、メンバーがバラバラになり、残留組と移籍組で対立関係のような状態になってしまったとして、複雑な心境になっているファンも少なくないようですが、個人的には今後の活動に期待しており、ジャニーズ時代にはできなかったこと等にも挑戦し、それぞれ今後さらに飛躍する姿を見せてほしいですね。